お疲れ様です。今日 YouTube を見ていましたらね、この生活保護でも1億円にちょっとふさわしいテーマが来たのかなと思っております。それがですね、テレビ番組の一部が切り取られて YouTube にアップロードされているということだったんですけども、これ目覚まし8チャンネルっていうね、公式のチャンネルが、このね、動画の方を上げてくださいました。で、いろいろとごちゃごちゃと文字貼り付けてますけども、神奈川県のね、 中学2年生をリサーチしたところ、10人に1人が貧困家庭だったってことが分かったってことなんですよ。いや、ついにね、足元までに10人に1人貧困家庭が来たなぁと思いますよね。まあ、もちろん昭和の30年代とか40年代って、まあ言ってみればみんなが貧困でね、あの、そんなにお金の余裕もないし、私も小学校の時に、あの、ズボンの膝に、 なんか、その、膝、膝当てのね、アプリケを母が作ってくれて、まあ、ボロボロのまんまでもね、ちゃんとズボンとかを、そうやってお下がりとか、うん、こう着てましたからね。で、それは別に、そんなに珍しいことじゃなかったんで、なんと思っていなかったんですが、ただ、その昭和40年代っていうのは、もう、日に日に国が豊かになっていくさなかだったんで、今は貧しくても、将来は豊かになるなっていう希望があったんで、やっぱりね、そこにかけることができましたね。 でも今はどちらかというと、下りのエスカレーターの、うん、こう沈みゆくね、その前段階なんですよね。だからこれから暮らしが良くなるというよりも悪くなる方しか見えないんで、今すでに貧しい人っていうのはもう先にね、希望が見えないって状態だと思います。えー、その中で真ん中のあたりにね、神奈川県によると、いわゆる貧困家庭とされる割合が10%。 10.1%に上るってて書いてますねこれは神奈川県の調査なんで、貧困家庭というふうな定義に当てはまる家庭があ、まあ、10件に1件っていうことなんですようね、うん。これは主観ではなくて、こういう定義に当てはまったところっていうことになります。えそして、その下、中学2年生がいる家庭を対象に初めて行った調査で明らかになったのは、10人の中学2年生のうち1人が貧困家庭にいるっていう現状なんですよね。 で、その番組がずっと放送されていたんですけども、まあ、私もね、いろいろと思うところがあったんですけども、ただ、この、今回取り上げられた、あの、4人家庭っていうのがね、お父さんお母さんがいて、お子さんが2人っていう中に、お子さんの中に中学2年生がいるっていうモデルケースなんですけども、まあ、冷蔵庫にはほとんどね、物が入っていなかったりとか、あの、本当にこう、ギリギリでやっていくのが、本当にやっとだ、みたいなね、お父さんの声が、 まあ、プライバシーに配慮しながら紹介されておりました。で、それに対する、まずは、ちょっと書き込み見てみましょうか。まず一番上です。この YouTube に対して、こういうふうな書き込みがあります。生活保護の方を取り上げた番組だったんで、そこでこういうふうに書かれております。住宅費除いても19万円以上もらっていて、飯も食えないってどう考えても出費がおかしい。なんでニュースに出てくる生活保護者って突っ込みどころだらけなんだってありますけども、いや、私はね、その、 住宅費を除いて19万で足りないっていうのは、あの、育ち盛りのお子さんが2人いる家庭にとっては、やっぱりそうだろうと思いますよ。もちろん、19万円以下できちんとやってくださってるところもあると思いますけども、何にいくら使うかっていうのは、これは家庭によってまちまちじゃないですか。だから生活保護だからっていうので、あれも我慢、これも我慢っていう風な極論に入ってしまうのは、なんかそうではないんじゃないかなと思うんですよ。あの、生活保護を受けていようと、 あの、希望を持つこととか、自分の欲しいものを手に入れる自由っていうのは、最大限、国がやっぱり守ってあげないといけないと思うんですよね。それこそ無人島が欲しいとかね、世界周旅行が毎月したいっていうのは、とてもちょっとこれはね、あの、考えられませんけども、でもお腹いっぱい食べたいっていうのは、そんなね、何十万もかかることじゃないんで、そこを責めてもね、しょうがないんじゃないかなと思うんですよ。まあ、ですんで、 こちらのご家庭ではね、なんか5万円じゃ食費が足りないんですって言ってますけども、確かに5万円で一家4人っていうのは足りないことはないんですけども、いろんな我慢とか質の悪いものを取り続けるってことになっちゃうんで、いや私はね、やっぱり家族4人で10万円ぐらいを使えるような家庭が普通っていうふうな日本になってほしいなと思いますよね。だからこちらに書き込みをしてくださってる方はね、19万円以上もらって飯も食えないってどう考えても出費がおかしいって書いてますけども、 うん。いや、そんなね、飯食うのに食費を切り詰めないといけないような日々っていうのは、そっちの方が私はね、おかしいと思います。ただし、買いすぎて捨てたとかね、食べきれずに捨てたっていうのは、それは確かに出費がおかしいと言えますよ。でも、この番組ではそこまで言及されてなくて、どちらかというと、冷蔵庫には、なんか生卵が2個くらいしかないみたいな状態だったんで、これはね、お金が足りなくって、食べ物が足りない状態だっていうふうに感じました。そして、その下。 食費5万。我が家より高いよって書いてますけども。いや、食費は5万っていうかもっとかけましょうよ、これは。あの、格安の食事ばっかりしてれば確かに5万で抑えられますけども。でもね、やっぱり美味しいものとか健康にいいものを食べようと思ったら、やっぱり質の高い食品っていうのは金額も高いですよ。だから生活保護だから、粗悪品ばっかり食べておきゃいいんだっていう発想は、まさにこれホロコーストみたいになっちゃいますよね。ちょっと言い過ぎかもしれませんけど。 だから生活保護であろうとも、あの、食べるものぐらいはね、衣食中は守られて叱るべきだと思います。まあ、高級料亭に毎日行けってわけじゃないですから。せいぜいスーパーに買える食品の中で、あのほとんどのものが選べるようなね。まあ、そんなあ食費環境に、なんとか、私はなってほしいなと思いますよね。食費を5万円以下で抑えられた人が偉いとか、5万円以上使ってる人が使いすぎで考えがないっていうのは、 なんか随分と偏った考えかなと思います。え、そして次。この過程を取材したところ、本棚に漫画がね、ビシッとあったわけですよ。だからここにこういうふうなコメントが書いてます。食費にはこと書いてるけども、漫画しっかりあるじゃないかって形ですよね。うん。健康で文化的な最低限の暮らしを送る際に、子供たち、まあ大人もそうですけども、漫画っていう文化は必要でしょう。ね、美術館に行きたい人は行けばいいし、 何らかの DVD を買いたい人は買えばいいし、それこそそれがね、あの、無限に買えってわけじゃないですよ。で、毎月毎月10万、20万っていうのは買いすぎですけども、ね、漫画ごとき、もうん、まあ、一般的な中学生が自分の好きな漫画をね、ビシッと本棚に揃えてるって贅沢なんですかね。そのぐらいはさしてやれよと思いますけどもね。その上で食べるものをしっかり食べて、そして未来を担う影響を養ってもらう。これは別にいいんじゃないですかね。 貧困だからって子供の自由まで拘束されることはないと思います。むしろ大人は貧困だったんだけども、お父さんお母さんは貧困なんだけども、それが連鎖しないように子供たちにはーセーフティーネットを設けてあげるとかね。本当子供たちに直接生活保護費を支給するみたいな、まあ、そんな証しみたいになってほしいですけどもね。で、最後ですけども、いろいろ言われてますが、生活保護費、お金の使い方が間違ってんじゃないのと、あれも欲しい、これも欲しい。 って言ったら足りなくなるのは当たり前だよってありますけども、これもだからね、あれも欲しい、これも欲しいは叶えてあげましょうよ、それは。それがね、なんか、自家用車が3台欲しいとかね,ね、バイクに乗りたいとか、なんかそういう希望をどこまで叶えるかってことは、いろいろと議論の分かれるところですけども、まあでもね、お父さんお母さん子供が2人っていう家庭で、欲しいものって当然出ると思うんですよ。 全てが手に入らないのも、それは仕方ない話ですけども、でも全てを我慢しろっていうのもまたね、えー、厳しい話になると思うんですよ。え、それこそ、将来を担う子供たちには、なるべく我慢がないようにね。たまたまお父さんお母さんが貧困に陥ったからといって、その貧困を子供が相続して、貧困2世、貧困3世みたいになる必要はないと思うんですよ。ルパンだって3世までですよ。ね。 私たちは世襲議員に対してものすごく拒絶反応を持ちますけども、貧困の世襲ってのもやっぱりね、良くないと思う姿勢はいるんじゃないかなと思うんですよ。ですんで、お父さんお母さんが貧困であっても、子供がその貧困の煽りを受けないように、みんなでね、なんかこう、助けてあげたいような気がするんですけども、こういったコメントってのはそれの逆を言ってるようで私はちょっとね、感化できないかなと思いました。で、もう一つちょっとね、読みたいものがありますんで、一旦動画の方を切り替えていきますね。 最後に紹介すするののがこの記事です神奈川県一級地で夫婦プラス子供が2人中学生小学生だと家賃実質上限6万8000円プラス生活費約21万ですねつまり親子4人で月額約28万円の可処分所得生活ですと28万円の可処分所得は月収換算だと約36万円年収432万円相当の 会社員家庭と同等の暮らしができるはずなのに貧困ではありませんよって書いてますね。私は年収432万は貧困とはね、私も思いませんけども、ただ今回の定義では貧困とされてるみたいなんで、それはいくら計算を尽くしてもね、これは貧困だっていうふうに指定されてますので、そこは受け止めないといけないのかなと思います。プラス、年収432万。これはね、うん、やっぱこう会社員の家庭で年収432万っていうのも安いと思うんですよ。 もうちょっと賃金が100万とか200万上がっていてもおかしくないような国づくりを私はね、希望しますし、そうなるとこういうふうなね、生活保護の過程でも月額換算で約36万、年収432万、もうちょっともらってもいいんじゃないのっていうふうに、みんなが思えるようにね、もっともっとお互いに所得が高いことをなんか希望し合えるようなね、そんな世の中になってほしいなと思います。いや、お宅の家はさ、このぐらいあったら十分じゃないの もっと節約して、もっと削りながらやれるはずだよ、みたいなのは、結局経済のパイをお互いにどん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 小さくしてるだけであって、もっともっとね、欲望を叶えるために人生ってあると思うんですよ。ね、欲しいものが手に入る。そして、周りの人、知らない人もどんどん豊かになる。これで誰かを迷惑する人いますかねまあ自分よりも、すごい速いスピードで豊かになる人がいたら、ネタも気持ちはわかりますけども、でも、誰かが豊かになればね、 その豊かさは自分にも回ってくるんですよ。まあ、例えば中古車ですけども、必ず新車で買った人がいるわけですよね。新車で買った人がまた別の新車を買うから、それまで所有していた車がいらなくなって中古車に回るわけでしょそうすると、新車では買えなかった人がその中古車を買う番が回ってくるわけですよ。でも、そうやって新車を買い換える人まで貧困になってしまったら、もはや新車を買う人がいなくなってね。 中古車も一回買ったら誰も手放さないってことになって、中古車ってものすごく高騰したりとかね、するんじゃないですかうん、やっぱそう考えていくと、豊かな人が多ければ多いほど、自分も豊かになるけども、でも貧しい人が増えれば増えるほどね、可処分所得が小さい人が増えれば増えるほど、自分に回ってくる可処分所得も結局ちっちゃくなっちゃうんじゃないかなと思うんですよ。ですんで、うん、これは理想論ですけども、 人が豊かになることを喜んでね、うん。生活保護の方がね、36万換算だかなんかわかんないけども、いや、生活保護であろうとも何だろうとも、50万60万円分の、うん、なんかね、可処分所得を得て、それでバンバンお金使ってほしいよねっていうふうに考えると、じゃあそういった方の使うお金の行く先は、中小企業、零細企業とか、近くの小さな小店とかになるわけでしょ。そしたら結局、トリクルアップって言って、 誰かが豊かになったら、そのお金が回り巡って地域を豊かにして、みんなが豊かになるっていう風に広がっていくと思うんですけどね。うん、だから、あんた生活保護をもらいすぎだよっていうのも、なんかそろそろね、考え方を変えた方がいいし、で、ブラック労働でね、なんか安い低賃金で働いてる人がいたら、もっともっと高い給料もらってほしいよねって感じでね、うん世の中も経営者も思えるといいんじゃないかなと思うんですよ。 なんかその節約が美徳ってのは確かにその通りなんですけどもでも行き過ぎた節約ってのは経済のパイを小さくするだけで誰も得しないですよねうん確かに無駄遣いしたりとか無駄に捨てるものが多かったりとかリサイクル問題とかね出てきちゃいけないんですけどもでもあまりにもカツカツでねうんなんか持ち物を長持ちするっていうのは美しいんだけどもでも一回買ったものを30年50年使っちゃうとこれ経済回んないわけじゃないですか なんかそういったことも考えると人口が減るわけですから一人当たりの使う金額を増やしていくっていう発想にしか私はならないんですけどもね。いかがなもんでしょうか。はい。それではね、生活保護を扱ったテーマでお送りしましたけども、次回またね、生活保護から1億円、どんどんやっていこうと思います。